いほーい、勝った、勝ったぞ、わしら生き残れたんだ。な、なんすか今の。もしかして帝国軍が撤退したんじゃない？かもしれぬな。エリオット中将にお話を伺ったらいいんじゃない？それで状況がわかるわ。そうだな、行ってみよう。ありがとうございます。みんなアルス様のおかげです。アルス王子万歳。なぜ帝国兵までアルス王子を称えているのだ。あ、知らないのか。こんなに早く帝国軍が撤退したのはアルス様が進軍してきた奴らに帝国の非道を訴えたからなんだ。おや、そっちのあんたも帝国軍人だね。そうか、あんたもアルス様の感動的な演説に心を打たれてこっちに寝返った口だね。え？あ、はあ、まあ。罪もない人々や国を滅ぼす皇太子はやがて自国をも滅ぼす愚帝となるとか、なんとかおっしゃったとか。いや、アルス様みたいな方が帝国の皇帝になれば共和国との関係も改善されるかもしれないな。オパルス防衛作戦は全てアルス様とお仲間の皆様が指示して実行されたそうよ。そこのあんたたちもアルス様に感謝なさい。噂じゃオルキナを滅ぼした死神ラグーンがバイスの密命を受けて共和国にいるらしいぜ。同じ帝国人としてアルス様を見習ってほしいもんだ。アルス様万歳！死神ラグーンも倒してください。なんか王子様すっかり英雄になっちゃったっすね。何よ、陰で助けてあげたのは勇者セシルとその仲間なのにさ。いや、アルスたちが指示したのは事実だろう。アルスだからこそ帝国軍も分裂したんだろうし。けどラルク、あなただって頑張っていたわ。それなのに死神なんて呼ばれて誤解されて。それだって誤解じゃない。オルキナを滅ぼした時俺は帝国の認可傭兵だった。それは私も同じよ。どうしてラルクだけが責められるの？ひどいわ。でも私はあなたたちに感謝してるわ。今回の作戦が成功したのはあなたたちのおかげですもの。私は忘れないわ、もう一組の救世主たちをね。やっぱり納得いかないよ。アルス王子への票が気になるのだな。だって大活躍したのは私とブレイブセシル号だよ。オパルスからカルブンクルスへ急いで、だから援軍が間に合ってアデールだって助かったんだし。確かにな。それにラルクだって頑張ってんじゃん。なんかかわいそうだよ。今回のこと誰かに認められたくて取った行動ではないだろう。それはそうだけどさ、ラルクのことは我らが理解してやればいい。それがラルクを支えるのだと思うが。そうだね、頭ではわかるんだけどやっぱムカつくんだよね。
すんません、俺ちょっとトイレ行ってきていいっすか。体冷えちまったみたいっす。ならさっさと行ってこいよ。長くなるかもしれないっすから、ブレイブセシル号で待ってるっす。あら、あの飛行艇、セシルちゃんの名前がついてるのね。そりゃ勇者の持ち物は勇者が名前をつけるっしょ。誰の持ち物だ、誰の。レオン、フラハティ隊、それに皆さん、ありがとう。おかげで帝国軍は撤退していったようだ。みたいですね。外の騒ぎで知りました。アルス王子が大活躍だったとか。ああ、彼を疑った自分が恥ずかしいよ。アルス殿下は素晴らしい方だ。ええ、あいつはいいやつです。しっかり自分を持ってて、立派で。まったくだ。そうそう、今回手伝ってもらった報酬を支払いたい。またオパルスに来た時にはいつでも立ち寄ってくれ。フラハティ隊員も、おいや、元隊員か。とにかくご苦労だったな。いえ、お役に立てて何よりです。それでは。金か。胸張って受け取れ。お前が傭兵だって言うならな。それとも何か慈善活動家でも目指してるのか。いや、そうだよな。傭兵ってのはこういう仕事だったな。分かってるつもりだったんだが。国に保護された認可傭兵と本当の傭兵では違っていたか。そうだな。それもそうだし、やっぱり俺、自分が何も考えてないアマちゃんだったんだなって。ん？なんで？ラルクはいつも頑張ってたじゃん。目の前のことにだけな。認可傭兵になったのも定期的に金が入ってお袋の医者代が稼げるからってだけだし、一度軍に所属すれば命令をこなしてりゃよかった。リフィアにイーサのことか言われても訳がわからないから、言う通りにしておけばいいだろうって。ラルク、アルスにイマジナルの定理でいいのかって言われた時も何も言えなかった。本当はわからなかったんだ。俺ぶっちゃけアルスが羨ましいと思った。俺はどこへ行っても憎まれてるけど、あいつは称えられてる。でもそれはあいつが自分のやるべきことをちゃんと理解しているからなんだな。理解ね。ま、アルス王子のことはさておき、お前がそう思えるようになったのはいい傾向なんじゃね。そうだよな。俺、自分が何をしたいのか、何をするべきなのか、ちゃんと考えたいよ。それじゃ、坊やが可愛らしい決心をしたところで、お姉さんはさよならしようかしら。エンジュさんのところへ帰るんですか？まさか、アルス王子のところへ戻るのよ。どうして奴らと一緒にいるんだ？やっぱり、QED が関わってるのか？そうね。少なくとも QED とアイオン隊は同じ組織だったわ。アイオン隊はノースノワーレ教に深いつながりがある。ノースノワーレ教と敵対しているあちらの方が居心地がいいの。今はね。ちえ、てっきりレスリーもこのまま一緒に来るんだと思ってた。ごめんね、セシルちゃん。また会いましょうね。
今度は敵同士だけど。オイエン、あなたダグラス卿暗殺事件について何か知っているんじゃない？いや、残念だが何も知らぬ。だがアイオン隊が関わっていることだけは間違いないだろうな。でしょうね。もしやダグラス卿の仇を取るつもりか。それでエンジュさんのところに戻らないのか。バイバイ。リフィア、バイス様のことをどう思う？あの人が何を考えているのか。あの人の考えを私たちに理解できないのは仕方のないことだわ。あの人は自身の強い信念に従って行動しているけれど、自分のために動いてはいない。だから私たちにはあの人の考えが理解できないのだと思うの。何かあるはずなんだ。帝国のためにってだけじゃない、別の理由が。何かあの人ですら突き動かす理由が。ラルクはどうしてバイス殿下を理解したいの？アルスと一緒にいたからだろうけど、ガキの頃から俺に目をかけてくれててさ。低質傭兵になってからも俺の力を認めてくれてるって感じてて。けど認めてくれているはずだわ、あの人もラルクのことを。そうかもしれないな。ありがとう、リフィア。聞いてもいい？僕にでしょうか。何なりとお尋ねください。あなたも誰かに頬をつつかれると嬉しい？いえ、それほどは。そうなのね。そう、どうされました？秘密にしてくれる？あなたがそう望まれるのでしたら。ラルクがレスリーに頬をつつかれて嬉しそうにしていたから。嫉妬なさったのですね。嫉妬？そうなのかしら。つついてごらんなさい。え？僕の頬をつついてごらんなさい。はい。あ、柔らかい。コピンの感触はマニア向けです。ですのでメリディア貴族たちに売りさばかれそうになったのですよ。なんだか楽しい。いくらでもどうぞ。お喜びいただけて何よりなのです。兄貴、寂しかったっす。うっとうしいやつだな。兄貴、いでよ。さーって、またバリバリ飛ばしちゃうよ。次はどこへ行くの？またログレス探しをするのだろう。今はそうするしかない。ログレスを探す間に俺が本当はどうするべきなのか考えたいんだ。ログレスね。あと残ってるログレスはパピルサグとウルグラとバネトゥね。わかった。国の指導者が美人っていいよな。ですね、たまらないっす。今日は黒人が羨ましい。懲りないね、あんたたちって。そんなだから女男の層ありありなんじゃん。そうか。だってサージュってばレスリーに痛めつけられたんでしょ。あははは、そういやそうっすね。笑ってるけどニコルだって苦労してるじゃん。フレイヤ将軍にいろいろと命令されて。確かに。ずっ
とこれからも懲りないんだろうね、あんたたちって。子供に呆れられる俺らって情けなさすぎす。いい子いい子。セシルは本当にこの船が好きなのね。うん、そうだね。懐かしさを覚えるか、機器の表示や椅子の材質などに。それもあるよ。あとはそうだね、この窓のその景色かな。そうなのね。さーて、懐かしさに身を震わせ心が広くなったところで、そろそろ四段に昇段だね。それって何の話？秘密だよ。